こんにちは、平田します。今回の動画は、ロマリオおすすめ育成紹介やっていきます。選手を見ていくと、169センチ、プレイスタイルがボックスストライカー、適性がセンターフォワードのみですね。逆足品の精度が普通高いと、ブースターがストライカーセンス、プラス2ということで、オフェセンボルコン、決定力瞬発、この4つがプラスに上昇します。スキルダブタイラシコ、ミドル、ワンシューアートスピンと、しっかりシュート系スキル持っていて、ドリブル系のダブルタッチ持っているんで、まあ、ここまで来たら足裏つけて特殊にしたいなっていう気持ちあるんですけど、まあ、あとは、ワンパスルパ、本家ぐらいかな。ということでこちら、ロマリオおすすめ育成になります。決定力4、ドリブル8、瞬発10、スピード12、エアバトル2ということで、スカットに入れて、このような能力ですね。そしてここから、ブースターストライカーセンス、プラス2が発動して、オフェンスセンス97、ボルコン90、決定力91、瞬発93、ということで、めちゃくちゃ強いね。やっぱりね、新ブースターストライカーセンスが、かなり優秀で、このロマーリオね、ちょっとネイマールのインパクトに薄れてるかもしんないけど、かなりやばいです。もともと固有の AI みたいなのもあると思いますし、個人的には電動にしてもいいぐらいなんですけど、まあ、全体的な環境を見ると SS ぐらいかなと思います。ぜひね、獲得した方はマジで強いんで、育成参考にしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。